稲草子が日の丸横断幕に挑発、森保ジャパン、完全アウェイの激闘へ。イラク国旗が書かれた横断幕を手にする男性たち、ちゃんと大声で張り上げながら飛び跳ねた。横断幕の中央には丸い日の丸にライオンが爪を立てるデザインとなっており、サポーターの一人が日の丸を指さしながら絶叫。カメラにアピールするようにバシバシと叩いている。いいねー、盛り上がってるねー。これくらいの暑さは必要。燃えてきたわ。少しは楽しませてほしいね。すまんがボコボコにさせてもらうよ。残念だけどこの笑顔は前半で消えることになるよ。負けたらシュンとするからしっかり勝ち切って黙らせればいいよ。まあイラクなら腹立たん。アジアカップはめちゃくちゃアジアで盛り上がってるけど、日本はメディアが全く報道してないからな。マジでそれ、4年に一度の大会開かれてるんだぞ。もっと盛り上げろよって思う。お前ら知らんのか？イラクはサウジやカタールに勝って2023年に中東王者になってるぞ。ベトナムに2点取られてたし安心できんわ。中東の中ではイラクサポはまだ穏便な方。日の丸も靖国に比べたら健全な方だろ。そのくらいなら隣国のおかげでなんとも思いません。中間なんか国旗燃やすから、これが挑発なら可愛いもんだよね。日本ではないと思う。ゲゲゲの親父では。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。